我々としては今 QR コード決済の方は、まあ、全体の3分の2ぐらいのシェアをいただいてますので、このまさにデータを使ったビジネス、これを今後伸ばしていけると思いますし、まあ、決済だけのアプリではなくて、まあ、まさにいろんなサービスがそこでご利用いただけるスーパーアプリを目指そうと。QR コード決済を日本に定着させた PayPay、 楽天などの競合とどう差別化しようとしているのか、 PayPay の安田副社長に聞いていきたいと思います。我々としては今 QR コード決済の方は、まあ、全体の3分の2ぐらいのシェアをいただいてますので、まあ、むしろこれから伸ばす領域としてはクレジットカード、PayPayカードを22年の10月に我々 100% 子会社しましたので、まあ、ここに注力していきたいなと、そんなふうに思います。もともとPayPayが始まった時も、もちろん決済から始まりましたけど、まあ、決済だけのアプリではなくて、まあ、まさにいろんなサービスがそこでご利用いただけるスーパーアプリを目指そうということで、まあ、この5年間いろんな開発をし、サービスをリリースしてきましたけど、まだまだいろんな何ていうんですかね、アプリ、これを皆さんにご提供できるかなと思いますし、まあ、まさに金融のところなんかでもですね、もうすでにアプリはありますけど、まあ、いろんなサービスをそこで広げていきたいなと、そんなふうに思ってますけど、まあ、おかげさまで今 PayPay 証券も100万人の方にですね、証券口座を開いていただいて、まあ、約3割ぐらいの方には新NISA も登録いただいていると状況になってきてますんで、まあ、引き続き国の政策である資産運用っていうところに我々としてもぜひ貢献したいなと思ってますので、まあ、我々としての戦略としてはスマホで簡単に投資ができる、運用ができるという意味で、まあ、あえて言えば初心者初級者の方に使っていただけるような、そういうサービスをこれからも開発していきたいなというふうに思ってますけど、ビジネスという意味では、まあ、マーケティングのところとか、まあ、あるいは、まあ、お金を皆さんに借りていただくっていうところの、その審査っていうか判断ですね、この一部にそういう AI っていうのは活用できるかなと思ってますので、ここはまさに我々としても取り組みを強化したいと、そんなふうに思ってますけどね。グループの中には通信があり、あるいは、まあ、SNS の機能があり、ショッピングがあり、まあ、いろんな機能がありますし、まあ、そこにデータっていうのがありますから、であと、まあ、PayPayの決済データ、このまさにデータを使ったビジネス、これを今後伸ばしていけると思いますし、まあ、ここは我々の一つのグループの強みかなというふうに思いますけど、ね、はい、まさにマーケティングのところでも使えると思いますし、まあ、我々金融のところはあらゆる分野でデータっていうのはこれから重要になってくる。